Since you guys are here, we might as well do it now. We can spend 2 hours. Lycon. Oh, have you seen Beastars, the main character Wolf in that anime? Also voices Lycon. この度はとある依頼についてプロ棋士様にご相談したく伺った次第でございます。私がお送りした掲示板の犯行予告はもうお二人ともご覧になられたでしょうか。いや見ていないな。きちんと遅れていたのかい。Kobayashi Chikahiro. He seems to voice a lot of like animal type characters. He also voiced Ranga in the slime anime.先ほどグループチャットにスレッドのリンクを転送させていただいたはず。It's fine if you know the anime characters. 誠に申し訳ございません。私の操作ミスでした。以前エレンが長押しでインターネットのリンクを転送できると教えてくれたのですが、どうやらタイトルをコピーしただけで終わってしまったようで。ライカンさんが送ってきた不思議なセリフ。インターネットのスレッドのタイトルだったのか。Yeah, he voiced Legoshi in Beastars. Daikan-san, なんか特殊な趣味に目覚めたのかと思ったのに、ちょっとがっかりかも。重ね重ね申し訳ございません。すべては私のミスです。これ以上お二方の時間を無駄にしないためにも、私が投稿の内容を読み上げたく存じ。残月はすでに至れり、時が真夜中を告げる頃、選ばれし者は降臨戦。以上が投稿のタイトルになります。That's the voice of Ranga. その本文です。In the slime anime. 啓示の日、残月がもゆる時、我、選ばれし者の化身となりて、在業をはびこる地に降り立ち、希望の進化を奪還戦、正義の伴走者より。なんだか、すごく難解だね。お兄ちゃん、意味分かった？分かったような、分からないような。ライカンさん、ちょっといい感じに翻訳してもらえないかい？こちらの投稿に続く内容を踏まえますと、この方は今晩ホローに潜入し、輸送中の名画を盗むとおっしゃりたいように。ですが、その名画というのが、折やしく資格ある一執事として、雇いのお二方にはどうか私と共に。あ、もちろん喜んで手伝うけど、このスレプロ騎士様のおっしゃることはごもっともでございます。私もその可能性は検討。ライカンさん、中二病知っているのか。同様のワードがこちらの投稿に対するコメントで品質しておりましたので、中二病の正確な意味を把握すべくネット中をあまねく検索し、少なからぬ書籍を紐解き、ついにその意味するところを得とく。ライカンさんの勤勉さには頭の下がる思いだ。プロ騎士様のおっしゃる通り、すべてがこちらの方のいたずらであれば、私としても気運に雇い主様の安全を脅かす可能性が万に一つでもあれば排除するのが、無論結果の遺憾を問わず、プロ騎士様には十分な報酬をお支払いいたしましょう。事態は少々差し迫っておりますので、依頼料は相場の2倍をご用意させていただきました。いかがでしょうか、お二方。任せて。なんだって友達の助けになってあげたいもんね。We just need the money. 1秒だって躊躇しなかったね。お二方からのご信頼には感謝の言葉もございません。それではこの場はこれにて。お二方は準備が済みましたら。OK。
A phantom thief? Is that a Persona 5 reference? Look how clean this is. Okay, Lycon is... Oh, it's ice type. Look at how clean this ice team is. So much synergy. I should talk to Sokaku more. They're not breakable? They are. This is the team you use, Mikey. It's pretty good. プロ騎士様、警戒を強める必要があるでしょう。ですが、前方に補給所があるようです。マリ、プロ騎士様、どうぞご随意に。Good thing we check everywhere. Give it to me, oh baby, give it to me.Why did it explode so quickly? Come on. この先の道はエーテリアスに塞がれているようです。ですがご心配なく、私が道を切り開きましょう。Good thing we checked.囲まれてしまいましたか。ですが、触りはありません。Oh no, we're surrounded. 片付けますので、少々お時間。These poor bastards.
That's a dead end. Ow. Wait, is something here? Yeah. なんて、あ、まずは周囲のエーテリアスを排除しましょう。めんどいな。お目目を回さないでね。やあ、バイバイ。ほらいい。わお、He didn't stand a chance.He just gets stun locked. これが泥棒? Uh-oh. ライカンさん、どうかした? いえ、何も。些細ではありますが。予期せぬとは? どうかご心配なく。誓って深刻ではございません。こちらの回答。いえ、お嬢様こそ、私が現在をつくしばらく前に彼女のご家族と契約を交わしまして、もしそうなら、この子は自分の家から物を盗もうとしていること。マスター、このような状況に不毛するジョークがあります。構造体ショップがオイルまみれになっていました。これは身内の犯行でしょうか。I was waiting for Fairy to do that. 笑えないジョークを言うタイミングじゃない。リリカお嬢様、こちらにいらっしゃる理由を伺っても。リリカ、そのような名は聞いたことがない。我が名を何時らが知らぬのも無理はないがな。ここに告げる。 Oh no. ボンプだ。It's the Chinibyo personality. 我こそはランペルージュアスナブールファントムハーメルリリカ。週末に選ばれし、わお、正義の伴走者。ああ、もういろんな名前がめちゃくちゃだよ。何時はただ我が名を賛美しておればいいのだ。神にして冗長な表現、あふれんばかりの情感、それらをもってしても補うことのできない情報伝達効率。なるほど、これこそが中二病と呼ばれる病の罹患者に見られる言語的特徴なのですね。にもかかわらず、一見皆様の意思疎通に支障はないようです。今日の若者にとってはありふれたポップ感。 It would be funnier if it was Uchida Maya who voices her, but it doesn't sound like her. Uchida Maya also voices Fischl in Genshin. そういうわけじゃないけど、今時こんな喋り方、絶滅危惧種みたいなもんだよ。流行りとしては It's basically Fischl without powers. 率直に申し上げることをお許しください。あなた様のご説明があってなおですが、ここにとどまり続けるべきでもありません。続きはお嬢様をフォローから連れ出してからにいたしましょう。Alright, that's the first part. Let's keep going. 何時、何者だ。こちらはリン様、私の友人でございます。ミリカお嬢様、先ほどの出来事についてですが。言っただろ、我はリリカではない。我が名はランペルージュアスナブールファントムハーベンリリカである。 What a name. 長い名前だな。それ、ひょっとして即興で考えたの？即興だと？これは漫画からじゃなくて、我が降誕の際に賜った神明なるぞ。ザック。
今漫画って言ったのはっきり聞こえたよ。エリカお嬢様、明日のアフタヌーンティーですが、ブルーベリームースとオレンジタルト、どちらをご用意いたしましょうか。もちろんブルーベリームース。ほら認めた。やっぱライカンさんの雇い主んとこの子なんでしょう。あなたたち、食べ物のことを持ち出すなんてそんなのずるよ。出た、中二病にありがちなやつ。一回巣に戻っちゃうとさ、もうキャラになりきる方が恥ずかしくなって。リリカお嬢様、改めてお伺いします。絵を盗む。あなたたち、やっぱり物事の上辺しか見えてない。残念だわ。真実というのは往々にして表層には宿らないものなのに。 I wonder who voices Harry. インターネットにあの投稿されたのも、It sounds good, but it's not familiar. 何のことかしら。啓示の日、残月が燃ゆる時、我選ばれし者の化身となりて、在業をはびこる地に降り立ち、希望の。やめて、どうしてそんなに淡々と読めちゃうの。あなたが組織に加わりたいと思っても、きっと最初の選考でお祈りされるわね。もっとも、あなたみたく融通の効かない人は組織は相手にもしないでしょうけど。ええ、どころかコイン1枚だって盗めそうにないもの。お嬢様、その組織は組織よ。この絵を盗むことが組織から私に課せられた。この試験をパスすれば晴れて彼らの仲間入り。もう偶然パパとママの持ち物がターゲットになっちゃったのはちょっと想定外だ。 But she also put herself in grave danger and would not have survived if we didn't come save her. Maybe the organization she's trying to join was trying to get her killed. 入団試験で人に泥棒させるなんて、何なのその組織。もちろん怪盗団よ。 The Phantom Thieves got there. 新エリートで一番有名な怪盗団、モッキンバード。まさか知らないの。モッキンバードで検索。結果は次の通りです。著名な怪盗団、止める者から盗み、貧しき者に与えることをモットーとするものの、Robin Hood, but it's その評判には賛否あり。かつては新同組織は長期間にわたって活動を休止していたようで、いろんな犯罪者たちの集まりにす。モッキンバードはそんなんじゃないわ。弱きを助け、強きをくじく貴族なのよ。そしてこの私こそ選ばれし者の一人、ランペルージュ・アズナブール・ファントム・ハーベン・リリカ。またの名を、週末に選ばれし者、正義の伴走者。リリカお嬢様、もういいでしょ。私を止めようとしても無駄よ。どうせあなたはこの正義と。お嬢様は思い違いをしておられます。執事として、確かに私は雇い主様の私有財産を守らねばなりません。故にお嬢様にこの絵画を持ち去らせるわけに。ご安心ください。私が署名した契約上では、お嬢様も私の雇い主でございます。No, he's gonna let her steal the painting. 止めませんし、ですが、これだけはお伝えさせてください。このモッキンバードを名乗る組織は極めて危険でございます。てっきりあなたも今までうちにいた羊たちと同じだと思ってたわ。考え方が古くて頭の固い化石みたいなのばっかり。絵のことはあなたがダメって言うならそれでもいいわ。どうせ私には別の方法があるもの。Lycon just looks like he's tired. He's sick of this. Sick of this ruse.ご心配なく、もちろんこのまま放置するつもりは。リリカお嬢様はあのようなお方ですから、先ほどの場で無理に説得を試みるのは、お嬢様が自ら問題に気づいていただけるようより適切な方法を探る必要がございます。それはそれとして、私にも少々時間が必要です。ライカンさん、ひょっ
として前にモッキンバードと関わってたことがあるとか。私とモッキンバードとの関係をそのように表現するのは、oh, he knows somebody? 適切ではございません。これは私がかつて犯した、申し訳ございません、私の不愉快な過去についてはまた折を見てお話しさせていただきたく。お、That might be it. Where is he? Yep. Let's keep going.様は極めて時間に、実はこのところリリカお嬢様のご様子が、これまでお嬢様がよくお立ち寄りになる場所といえば決まって書店でございました。Oh, it's an informant. どういうわけかラーメン屋にとって変わられ、ラーメン屋にいたらなんだっていうの、私ラーメンには一加減あるんだから。どうか誤解なさらないでください。ラーメンに対してはいかなる偏見もございません。ですが私の知るリリ、それは前時代的な少年漫画の主人公が食べるもの。ラーメンの時代は終わった。あの漫画オタク。これだけではございません。運転手やボディーガードからの証言なのですが、なんと今日はいずれもこれまでには全くなさらなかったことでございます。リリカお嬢様はいつも私が思うに、これらはすべて。あのモッキンバードなる組織と関連がある。きっとリリカ、あの怪しい怪盗団のせいでグレちゃったんじゃない？ええ。ともかく潜在的リスクを摘み取るためにも、もしよろしければご同行いただけないでしょうか。Well, we can't put up a fight in person. いいよ、プロ騎士として。ルミナスクエアをガイドしてあげる。正しく理解できたかは少々心もそうでした。もう一件ご相談しなければならない。念のため今後調査の際はご主人様とお呼びし、我々の身元を隠すために。Oh, no, we're gonna get comfortable with that. ご主人様だなんて、どうぞどうぞ。何回呼ばれたっていいに決まってるもんね、こんなの。ご協力に感謝いたします。ではまずラーメン屋から調査を開始いたします。 Let me see your setting. No, I can't.There should be a way to access the... Oh, here we go. Options. Audio. Let's... Dialogue's all the way up. Let's do that. And then turn up the game volume.Okay.
Hey, it's her. She works for us. White bowl, sweeter side. Eh? Pumpkin. Pet your tail? Lol. No. What are we doing? Aren't spicings. Black bowl, pipe and hot soup with meat and not spicy. Wait, not spicy. Oh, was this spicy? I just misread. Meaty, not greasy, and not spicy. Meaty, not greasy, and not spicy. I think green pepper aren't, if the seeds are taken out, it's not spicy, right? We're friends. まさかあのリリカお嬢様がラーメン屋でアルバイトを始められるとは。普通に考えて、お嬢様が普段もらっているお小遣い、何か非常に高価なものを購入されようとしているのなら。She doesn't want to depend on her family's money. That's commendable.前に盗もうとしたあの絵、お金で手に入れようとしてるんじゃ。さすがはあなた様、ご明察でございます。リリカお嬢様のご両親は最近家財をいくつか売り払う用意をしておられます。あれは決して安価なものではございません。Well, she can't そんなにするの。 She can't earn that much money。 こんなに用意できる。ええ、物質的観点から見れば。物質的観点、リリカお嬢様のご両親はとても多忙な方々ですので、お嬢様と共に過ごされる機会はめった。平日は何をされるにしても常に運転手かボディーガードがおそばに付き従っております。無論表向きはお供、そして学校が終わっても通いきれないほどの塾や習い事が毎日のように。物質的な豊かさがあったとして、お嬢様は心から幸福でしょうか。お嬢様があれほどに多くの時間を漫画に費やしていらし、少なくとも漫画の中にある空想の。ああ、ライカンさんって本当いい人。We're in love。可憐なお言葉でございます。私はあなた様が考えておられるような人間、家族とは人の身に刻まれた永遠に消えることのない呪いである。時を経てどんな姿になりどこへ行こうと、この呪いは休みなくいつか谷底へ落ちきる時、あるいは頂へと登り詰める時、私は物心ついた頃から血のつながりという感覚を知ります。家族とはそんなものであるはずがないと。
私の知ってる限り家族ってあったかいよ。いろんなことでお互いに助け合うの。お二方の血のつながりは極めて好ましいもののようです。とにかくお嬢様がアルバイトを始めた背景にはご家族との仲も関係しているということです。あるいはご自分の手で何かを手に入れるということにあえて望まれている。私が今懸念しておりますのは、リリカお嬢様が絵画を買い取ってしまう。そうなればお嬢様が聞き、そこであなた様には私と共にそこへ行けば確かめられるはずでございます。 Yep. Family equals warmth. Said no traditional Asian family ever. Buying some jade. Oh.Hold on. Is there a right answer? I wasn't paying attention. See, Okay, I have no idea.Famous piece of museum torch. Who is the arsonist? A thief. I don't know. Oh. Has the highest success rate in the field? Mockingbird. Divine heart to know in part.His silence is golden.何やら疑問が渦巻いているようにお見受けします。普段からどんな仕事をしてるんだろうって思って。ご覧の通り、至って平凡な執事。あなた様の疑念は理解できますが、これ以上は確実としてそれは私の。宿敵とも見せ。ライカン has a nemesis? ライカンさんの宿敵か。もしかして真っ赤な液体を吸うのが好きな生き物だったり、旧文明のフィクションなんかだと狼人間と犬猿の仲っての。なんとも想像力が豊かでいらっしゃる。何にせよこれは耳心地の良い類の話ではない。今聞いちゃダメなの？後回しにして。He's not gonna forget. そのうち忘れちゃうよ。ひょっとしてそれが狙い？私とその宿敵はかつて共にあることをしておりました。そのために今回のような仲介人とも、とにかく強者にへつらい、弱者に鞭打つ、ひどく狡猾な連中ばかりでございます。対応には細心の注意を。 What is the end on bell? Wait, what? もし同様の業者に遭遇することがあれば、必ずご用心を。安易に連中を信用してはなりません。リリカお嬢様がすでに絵画を手にしてしまわれたと。 What does that mean? そうなる前にお嬢様を思いとどまもなく
リリカお嬢様が塾でのお勉強を終えられる頃合いです。急ぎ向かいましょう。On her head. Oh, I'm not sure. How convenient. We're looking for some specific info and we walked up to a group of kids and got the very specific info that we needed. They don't seem like bad kids. Oh no, she heard all that. Dot, dot, dot.She's running. Why didn't we stop her?Well, at least she's aware. お嬢様、ご安心ください。悪意あってのことではございません。あの学生たちの王子、私はただお伝えしたいだけなのです。私が危ない目に遭うかもしれないとして、あなたたちに何の関係があるの？あなたはあくまでパパとママに雇われただけの執事。どうしてこんなことにまで首を突き出す？あなただって塾のあいつらと同じでしょ。心の中では私のこと変人だなんだって思ってるんだわ。さぞかし迷惑してるんでしょうね。私みたいな中二病で面倒くさくて嫌われ者のご主人様の面倒を無理やり見させられて。Then why do you do it? そのように考えたことは一度としてございません。リリカお嬢様はビクトリア家政の大切な雇い主様でいらっしゃいます。我々が雇い主様への敬意を書くことなど断じてございません。でもあなた、私の言うことをちっとも理解してくれぬ。誠に申し訳ありません。中二病なる者への私の理解がただただ至らなかったばかり。今後より一層学びを深めていく所存にございます。What? あのね、普通こんなの誰かに理解させようとするもんじゃないんだから。いや、別にいいわよ。これは全て正義の伴走者となるために支払わ。あの絵はもう買い取ったから、もうすぐ彼らに会えるわ。モッキンバードの人は言ってた。私は新人の中でも、oh, no. 一番見込みがあるって。私は絶対にモッキンバードに入って正義の伴走者になるの。あなたたちには止められないわ。 How does stealing from your family makes you a champion of justice? それがお嬢様の望みとあれば止めることはいい。その望みが成就するよ。ライカ、モッキンバードとは明日のこの時間にバレーツインズで会う。言っておくけど、私一人で大丈夫だから。
キャロットは手に入れたし、エーテリアスに会った時のために武器だって用意してるんだから。だから。Have we seen her fight? 別に好きになさい。申し訳ございません。なんとも情けないところをお見せしてしまいます。リリカお嬢様のご機嫌を損ねてしまうとは。私は確かに執事失格でございますね。ライカンさん、本当？はい。お嬢様の望みが成就するよう私は考えました。お嬢様が求めるのはただ木金バッツの表層的な目標を達した程度で、お嬢様がお心のより深い部分。魚が網にかかりました。魚ってどこの？例のモッキンバードを名乗る組織が私に接触してまいりました。プロ騎士様、またしてもこれはあなた様でなければできないことな。What is it? A mission in the hollow?Yay. Final chapter. Here we go. This one went pretty fast. Look at this romantic scenery.Be backing up Lycon from behind the scenes. あなた様のために。そうだと。ひれ、手入れしないと。I wish we could have a bang boot.しまったようです。階段に沿って先へと進みましょう。私どもの方が早く集まれるよう計らいました。前方にはまだエーテリアスが数匹います。まずはあの汚物を清掃するといたしましょう。エーテリアスを片付けときたいから早めに来たの？さようでございます。執事としてご主人様の安全を保証せねば。The Sharknado.
汚れる。Healing? CC.Just breaking shit. Where are we going? Oh. リリカお嬢様はあちらです。お話を伺いましょう。Here? Where do you want us to go? Oh. All right, let's go.Like a boss?Absorbing those feels so like Kingdom Hearts. Right. Sharknado.They already look like the bad guys. Was that so kaku? This is not the right time. Yeah.
That's what they're doing. They're robbing the rich.She means us. Raika, anata, masaka. Lol.That's right. Do the Kiryu thing. In the end, we gotta fight. Of course. プロ騎士様のご協力が必要。自称モッキンバードを調査するため、彼らとコンタクトを試み、そして彼らが私の身元を調べた際、私なりの方法でリリカお嬢様につきましては、この設定で私と一芝居。Am I not already? Well, おかしな名前ですこと。K from Man in Black。勝手に人の名前をオーミットしちゃいけないな。なるほど。あなた様も若者のポップカルチャーにいる。ヤングな大衆向け文化。ちょっとミーニングがノットクリアだな。で、Hey you、なんだよチェミニって。トゥルー。お嬢はその名声ゆえにお命を狙わんとする方が後を絶ちません。マジか。ライフをエイムされてんのか。どうやら俺らはセイムなホールのムジナ同士ストレートに行こう。リリカは俺らがメニーなエフォートをついブランはこうだ。ミスってホローにインしちまったリリカを俺らがしばらくプロユーたちもどうせシビラーなプランだったろ。俺らとチームになる。それを世間は誘拐というキッドロップだと。 We knew all this beforehand。 言葉には be careful だぜ。もちろんライドですわ。はあ、お嬢がおっしゃるのであれば、いかようということでございます。交渉成立と見て差し支えないでしょう。ジャッジがファストだ。さすがはセイムなホールの無事だ。Rin pretending to be a rich lady。またレーターに送る。良い知らせをお待ち申し上げており。あれで問題ないでしょう。現場に到着後は彼らに協力する素振りを見せつつ、ご協力ありがとうございました。とても素晴らしい。ライカンさん、用意した身分って威風堂々、悪逆非道の限りを尽くす有能なエージェントを数多く従えた組織の若き跡目でございます。ちなみに私はあなた様が抱える殺し屋の一人で。そうでした。話し合っておきたいミリカお嬢様には、It sounds like he could be a friend to Liliac. 私の個人的な経験から言わせていただくと、このような出来事に直面したとき、周囲の人間が助けるだけでは本人のためになります。お嬢様は、この陰謀をご自分の目で見極めなくてはならないのです。少々酷なこととは思いますが。それは、うん、言えてるかも。そうしよっか。感謝いたします。私はリリカお嬢様ならば必ずやご自分に。 Back to the present。 裏切ったわけじゃ。リリカお嬢様、契約がまだ有効である以上、私はあなた様の執事。執事とは何があろうともご主人様を。シッティユーたちグルになってトリック。俺様はモッキンバードのリーダーだぞ。あ、oh, he's the leader。 本当に遺憾ながら、あなた様の存在の証拠は我々のボンプが全て記録しました。ブタボックス入りになって、かくなる上は
Alright, we're gonna fight. Think I'll be ads first. Oh god. The Chunibyo play. We're destroying them. Yes, my dear. What did he say? The cringe. Nah, he was serious. He practiced.リリカお嬢様、先ほどの工場はいかがでしたか？これは申し訳ございません。Now she's touched. 私の模倣した中二病の稚拙。リリカが泣いてるのは怒ったからじゃないよね。そうよ。これはちょっと。全部私のせいね。みんな実はモッキンバードが初めて私に近づいてきた時からおかしいとは思ってたの。They were sus。やけに用心深いからきっと何かあるって。でも私のことを選ばれた人間だとか私の力が絶対に必要だとか言って。私にこれまでそんな風に言ってくれた人。それで私、舞い上がっちゃって。Yeah. 本当にごめんなさい。We know people like that. 失敗から学ぶことだって大切だもん。これからはきっともう大丈夫で。リリカお嬢様、ご自身を過度に責められる必要はございません。誰しも経験のあることでございます。私もかつて、とある事情から誤った道を行きまですが、それでもいいのです。過去を顧みることができる限り、私たちはいつでも己にとって最良の道を見出すことができます。ありがとう。考えてみたら本当に恥ずかしいわ。恥ずかしげもなく正義の伴走者だなんて言っておきながら、実際は。It's like Fischl and Oz. Except Fischl never got out of it. 間違いなく正義でございます。彼らの犯罪の証拠を抑え一網打尽にできたのはお嬢様のおかげと言えるのですか。ライカン、いや、とてもいいところを申し訳ないのだけれど、そこに、ええ、確かにこれは問題でござ。そこの人たち何をしているの。通報したの。治安局。あ、忘れてた。フォローに入る前に設定しといたのよ。あんまり長い間。ナイスリリカ、ちゃんと万が一のことまで考えてたんだね。She was thinking. この縛られている人だ。Yeah, we tied them up. こいつらが伝説の怪盗団、モッキンバードなんです。Well, we need evidence.
以上がことのいきさつでございます。ああ、OK。 なるほど。それではこちらの犬の、すみませんでした。今回は私のせいで治安官さんたちにご迷惑をかけて。どうしてあなたが謝るの？むしろ私たちがあなたにお礼を言わなきゃいけない。 That's right。 この犯罪組織の壊滅に貢献してくれたんだから。 You're a true champion of justice now。 お手柄よ。さようでございます、リリカお嬢様。これからは胸を張って正義の伴走者を名乗られる。ありがとう、みんな。 She just desperately needed the validation。Alright, is that it? Talk to Wise. Rest up. Is it gonna lead to a scene? It's not over. We're it's almost over, I think.スイーツを持ってきてあげたわ。お口に合うといいけど、これは友達のおすすめでね、すっごく美味しいんだから。パパとママにも買ってあげたわ。実はあの事件が学校で噂になってるの。うちの学生が治安局に協力して大きな犯罪グループを捕まえたって。みんなすごいすごいって、誰のことなのか興味津々よ。全部あなたたちのお手柄だって私は知ってるけどね。それで最近ふとアイデアが降ってきたのよ。そしてヒーローは暗幕に帰る。私そんなタイトルの漫画を描こうと思うの。ヒーローになることを追い求める主人公がいろんな出来事を経験した末に、本当の正義が実は自分がやってきたことの一つ一つに宿ってるって気がつく。そんなストーリー。面白そう。リリカって絵が描けるんだね、すごいよ。まあ私漫画をたくさん読んではきたけど、今のところ描く方はそこまで。ええ、私も良い考えだと思います。ありがとう。あなたたちにそう言ってもらえるのが私にとってはすごく大切なの。ライカン、パパとママから聞いたわ。うちとあなたの契約は満了したけど、あなたはスケジュールの都合で更新を辞退したって。寂しいけど仕方のないことだものね。だから私これだけは何が何でも言わなくちゃって。あなたは私が今まで出会った中で一番素敵な執事よ。お嬢様からそのお言葉をいただけたこと、このライカンにとっての誉れでございます。ええ、それじゃあ私は先に失礼するわ。機会があったらまた一緒に。意外に感じられましたか、リリカ。元気になったみたいで本当によかったよ。あんなことがあってすぐに完全復活とはいかないか。ええ、リリカお嬢様があのように騙されてしまわれたのは、ひとえにこれまで誰かに自分を選んでもらったという実感を伴う経験がなかったためです。ご両親はお仕事の忙しさゆえ、共に時間を過ごすことをおろそかにされ、We all need people 周囲の同級生たちもお嬢様の思考を理解してくれる方はいなかったということですが、幸い熱中できるものを見つけられたことで、ご両親との仲も改善しつつあり、新しいご友人もできたようです。私としては喜びを禁じ得ません。さて、
こちらが今回ご用意させていただいた報酬になります。マニ、ご協力に心から感謝を申し上げ、どういたしまして。またこんな感じのことがあったらぜひ私たちを思い出してね。もちろんでございます。あなた様は私の知る限りで最高のプロ棋士でいらっしゃいます。 How many proxies do you know? 心からそう思っておりますよ。それと治安局に確認したのですが、我々の捕まえた者たちはモッキンバードの模倣犯でございました。怪盗団の名を語ってはいたものの、実際には脅迫、詐欺、誘拐といった悪事ばかり働いていたようです。 There's a real mockingbird。 でも実はライカンさん、今回のがモッキンバードの偽物だ。やはりあなた様の目はごまかせます。ある意味で私は本当のモッキンバードをよく存じ上げております。ですからこの名を。どう存じてるの？どの程度存じてるの？これは詳しく話してもらわないとだよ。私はかつてその組織に深く関与していたのでございます。 He used to be part of them。 ちょい待ち、関与。まさしく、これであなた様は私の全てを知るところとなりました。せっかくですのでもう一つ秘密を打ち明けましょう。私はあの中二病練習のためと似たような文言をそらんじたこともございました。本当？聞きたいな。まあそれほど前に聞きたいとおっしゃるのであれば言っておきますが、私に配慮は不要でございます。笑いたくなった時は我慢せず笑ってください。良いですか？ Here it goes。 この無給の栄光を慎んで何時に捧げたまわらん。善と悪が入り乱れしこの地において我伏してお誓い申し上げる。慎み、勇気、誠実、憐れみ、公正、犠牲、経験、栄誉、我邪悪に抗いてこれに屈さず、我弱きに尽くしこれを諦めず、我同胞を重んじこれに背かず、我正義を重んじだ。こんな簡単なのも覚えらんないか、ライカ。お前まさかやっぱここがいまいちなんじゃ。うるさい。そもそもなんで俺だけこんな歯の溶け落ちそうなもんを覚えなきゃいけないんだ。 It sounds like from the Fate series, right? Like from the Holy Grail War servant summoning. 俺の演技はパーフェクトだからな。なのにお前と来たらもう三度も化けの皮が剥がれてるんだぞ。正体がバレたからなんだ。最後はちゃんと型をつけてるだろ。毎度毎度拳でどうにかすんのは芸がないって言ってるんだよ。ましてや俺の求めてるものはこの程度じゃないんだからな。想像してみろよ、ライガン。いつか俺たちは賛美と誹謗、警護と罵倒、信奉と配信、その全てを浴びて立つことになる。頂にいる者があまねくそうであるように。どうだ、こいつはことのほかそそられるだろう。空想にふけんのは今回の件を片付けてからにしろ。一足遅かったか。まあよかろう。昔話に花を咲かす頃合いだ。あ、なあ、裏切り者。The next villain。Oh god, is it over? It's over! Okay. That's it. Yeah, that's it!
Well, we see the we're aware of like the next missions. They're there. Oh, I guess not. Never mind. Yeah, that's it. We did it, you guys. Wow, this was fun. I liked the whole Chinubio acting. And I wonder who that other guy was. From the real Mockingbird, his friend. I guess like the voice direction felt a little like Lelouch, but it's definitely sounds different from him. So I'm not sure who he is, but it does sound a little familiar. But yeah, that's it, you guys. Thank you for watching. All the VODs will be uploaded to the YouTube channel, and we're completely caught up on the companion missions and the story. So I guess we're just waiting for the next patch, and hopefully on the next stream we will have gotten some training, some grinding in Shin Megami Tensei 5, and is strong enough to finally beat the gigantic red demon huge booba enemy that sat on us on the live stream. But yeah, thank you all for watching. Good night, Maki, and Marsora was here earlier, and Matthew was here earlier, and I'll see y'all next time. Bye bye.